本日は線ルーメンでマグネット充電式のコンパクトフラッシュライトオーライトの SR バトン2下にこの付属の充電器をペタッとつけるだけで充電します赤いのが今充電中外すと緑充電もう簡単で 置いておくだけでで充電できるフララッシュライトオーライトのバトンシリーズはこれで3本目で一番最初に買ったのがこれかなこれは銅製サイズとかもうほとんど同じなんですけどチェッカリングが立体的になってポケットクリップが両方からいける。 Z 型これはもう普通に。明るさも500ルーメンぐらいだったかなから1000ルーメン。最大1000ルーメン。一番使いやすいのが、この充電のバッテリーの量が、緑をオレンジ赤で充電の量が分かります。モードの切り替えはもういつもの押しっぱなしローミットハイ、ローミットハイ。押せば消える。2回クリックで、 線ルーメン長押しでロックモードつかないでまた長押しでロック解除非常に使いやすいで最初の時はロックモードがなくてつけっぱなしになることがあったモード的に言うとロー12ルーメンミディアム60ルーメンハイ600 一番明るいターーボが1000ルーメンムーンライトが0.5ナイトハイクに使った時は12ルーメンでも普通に歩けました道の分岐の時とかにハイモードとかミディアムとかハイで全然見れるハイルーメンで 100m 先まで明かりが届くライトです付属品がこのマグネット充電器に の袋がついてましたラインヤードもついてたような気が他のバトンと比べるとこれが最初に買ったで次に買ったのが S ミニバトンこれはすごいちっちゃいやつで頭一つ分ちっちゃいでもこれちっちゃすぎて意外と収まりが良くなかった見た目は超かっこいい 付属の電池は 163403.7V550mA サイズ的には 123A と同じなので 123A でも使えます後ろにマグネットがついているので金属に貼り付けて使うことができます 新しくなって使いやすかったのはこの充電池の残量が明かりでわかることですチェッカリングも深めで使いやすいもう見た目がすごくいいフラッシュライトレンズ式すごくちっちゃいナイトコアのチタン製のホイッスルと エクソタックのストライカーも紐でつけてメインで使ってます他のオーライトを紹介するとすごくちっちゃい オーライトの、e、かこれも USB 充電式マイクロ USB 端子これはあのツイスト式ちっちゃいのがいい時に使っているのはこれもやっぱりオーライトの i3TEOS これは単四電池1本 単4電池1本なのに大きくてテールスイッチ意外としっかり押し込むテールスイッチでこれはあんまり使ってないんですけどこれもオーライトの単41本でつくフラッシュライトで全然ちっちゃくも作れるんですけど握りやすさを考えてこのサイズだと思います i3tEOS これも意外とよく使ってライターとホイッスルつけてます で少し大きいやつで言うと S2 バトンこれは18650少し大きいバッテリーが入っているフラッシュライト2つ分ぐらいかなハイキングに行くときにメインで使ってるのがこの H2RNOVA も、えー、とマグネット充電式でつけると充電する一度マグネット充電式を使うと楽で使わなくなりました これだけで充電。これは2300ルーメンかな。付属のヘッドバンドでヘッドランプにも使えるライトです。ミニバトンもつく。頭の横につければ正面を照らすことができます。最初に買ったバトンについてたディフューザーです。が これにももちろんついてこんな感じディフューザーつけるとランタンとしても使えますモビロンバンドつけてるのは H2R ノバにつけれるようにしてますこれでランタンとして使えます3日の日に新発売されたモデルですオーライトシーカー2 すごく大きなバッテリーが入っていて少し大きいんですけど持って歩けなないいことはないサイズですでこれすごいのがここでバッテリー残量バッテリー残量と今のモードが今ローこんな感じで。 ここで分かるっていうすごいハンドライトでこれ明るさが3200ルーメン250メートル先まで光が飛ぶライトですこれまた新しく紹介しようと思ってます EDC フラッシュライトとしてはかなり完成度の高いライトだと思いますえ本日は オーライトのセンルー名の S1R バトン2を紹介しました。